山あいの集落に佇む旧細見小学校中出分校。2002年に閉校となるまで地域の1、2年生が通っていました。この建物が再来年の大阪関西万博で、映画監督の川瀬直美さんが手掛けるパビリオンで活用されることが決定。今日地元住民らが参加して校舎とのお別れの会が開かれ、校舎の卒業証書が川瀬さんに渡されました。 ファビリオンに生まれ変わり、世界中の人に感動を与えてください。本当にいい形で、えー、地域の皆さんの記憶を移植して、えー、花開かせていきたいなというふうに思っています。校舎は今月中にも解体が始まり、万博ではパビリオンを訪れた人たちが世界中の人たちとスクリーン越しに自由に対話できる場所として活用されるということです。